マジヤンカイだね。じゃあマジヤンカイしてるか、マジヤンカイ食いうとんど裸の心ダチョウ口バージョンで歌って。この恋の実のティーチュルよに空天は空天は安逸的名前ね。悔いうむとんど裸の心だちょって。七色の音を見てね。ナイス。はい、こっちですね。これが一番いい。はい、めっちゃ可愛い。撮れ高があるとテンション。はい。一か一かと一かそうて中。超かわいいわけよ。ずっとレイナさんがかわいいかわいいって言ってわー嬉しい。かな、かなモデル、もう一回3でかなモデルって、ほんとだ。これじゃあその監視屋さんで売ってるかなモデル、すげえ。かなモデルです。この蛇がハブってみんな思いがちだよね。これね、錦蛇。あ、ハブ、そういうことね。みんなこれハブだと思ってる。めっちゃ面白いのは、うん、ここハブです。私の。ハブ、ハブ。へえ、ハブってよ。こちら初登場の楽器で、三線をバイオリンみたいなのにした空調。エアコン、空調っていう楽器です。こんな感じで弾きます。終わりました。お疲れ様。初空調のレコーディングでした。初めてです、レコーディング。はい、今回はですね、なんと七色ノートに初登場のイーデシのお二人です。こんにちは。イーデシ三振担当カーナーとギター担当ナミナミです。いや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 、簡単に自己紹介お願いします。あ、イーデシ三振失礼失礼。イーデシのお二人なんですがイーデシのお二人なんですがですね、はい、普段はどういった活動をしてるんですか？普段は今県外に二人とも住んでるんですけど、月一、古典のお稽古とか、レコーディングは沖縄なので、はい、集合は沖縄でね、しながら活動してます。いや今回ね、だからこういう帰ってくる合間を縫って、今回七色ノートの出演をですね、承諾してくれました。ありがとうございます。ずっと出たかったんだよ ね、 ね、何度見たことか。いやいやいや、僕らもなんと一緒にコラボできる日が来るとは思いもよらなかったです。ありがとうございます。で、今回楽曲が裸の心、はい、あいみょんさんが歌う裸の心を内縄口バージョンにして、はい、ちょっとミュージックビデオ作ってみようということで、はい、今回ね、さっき実はレコーディングしたんですよね。はい、無事に終わりました。ちょうど先ほど終わりました、はい。どうでしたか、実際レコーディングしてみて。いつもと違う環境でもあったし、
あと方言じゃないですか。あ、そう、ここに来てあの方言のふわりとかも、うん、あの教えていただいたりしながらの挑戦だったので、すごい勉強になりながらレコーディングをすることができました、はい。結構難しいよね、この母音の発音とかもなかなか難しいしね。なんか心を沖縄は、うん、あんまりこのこって発音でした、発音イントネーションを、うん、くとうと、うと、うろ、アイドとかね、くと、おと、うと、うん、間攻めるみたいな難しいよあのね、発音難しいんでね、発音の勉強から入ったので今日いやでもめちゃくちゃよく撮れてたよね、うん、すごい素敵でした、勉強になりました。いや素晴らしいですね。で今回カナが歌って、はい、まあ、僕が今回、いつもはねナミナミがギター弾いてるんですけど、今回僕がギター弾くということで、うん、今回ナミナミが挑戦したのは空調。そう、空調です。これね、エアコンの空調の、あ、はいはい、空調ではなくの空調です、空調ですね、こっちの方のこっちの方の空調ですね、はい。どうでした、空調レコーディング、めっちゃ大変だったんですか。いや本当に、まあ、終わってすごいホッとしてるんですけど、難しかったですね。いや難しそうでした、初めてレコーディングして空調で。そうだよね、うん、大学 の、 あの選択科目でやったぐらいだもん、ね、久しぶりに涙が弾いてる姿を見て、あ、なんか芸大時代思い出した、思い出したあの頃、はい、はいはい、いや面白い楽器だよねあれもね、うん、なんか三線のバイオリンみたいなね、うん、感じで可愛いですよね。そう、今回の七色ノートでも初めてね取り入れる楽器なので、うん、仕上がりめっちゃ楽しみですね。楽しみ、楽しみです。で今回のレコーディングが終わったので、次はね、はい、ミュージックビデオ撮影が待っているんですが、それは楽しみです ね、 ね、そのミュージックビデオの今回監督をしてくれる海斗くんにも今日は来てもらってます。イエーイ、どうも海斗です。イエーイ海斗、こうなのか、はい、入ってます、撮られ慣れてないんですよ僕。海斗はじゃあ自己紹介お願いします、はい、塩野海斗と申します。普段映像制作で、まあ、幅広くやらせていただいています。よろしくお願いします。そう、海斗とあの僕のつながりはですね、一度昔七色ノートのミュージックビデオも手伝ってもらったことあるんでね。そうですね、はい、で今回はこのイーヴ氏の裸の心のミュージックビデオを撮ってくれないかということで提案したらですね、心よく受けていただいて、はい、ありがとうございます。どういうミュージックビデオにするんですか。どういう、そうですね、やっぱり2人の良さと生まれさんのこれまで培ってきたものっていうのを全面に出していってそこに僕のエッセンスぶち込んでいいものを作っていきたいと思います。すげえ楽しい。撮影場所はグシチャン浜、そうですね、グシチャン浜予定しています。めっちゃ楽しみですね。あとは天気が心配だけど、はい、さっき 60% とかやばいね、怖いね、お願いします、はい、ということで晴れ女なんで、でも私たち、ね、すごいね、本当、あの、降ったことないです、マジ本当に雨予報でも絶対晴れるんですよ。じゃあ 60% からどんどん下がっていくっていうことですね。見ててくださいね、1週間、あ、見ときます。行ったよ、行ったよ。はい、ということで、はい、次の展開はミュージックビデオ行きましょう。ということで今日は本当にレコーディングお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。